立命館のアジア太平洋大学は、大分県別府市十文字現一から一に本部を置く、日本の私立大学である。2000年に設置された、大学の略称は、ABU。キャンパス全体像見学の精神は、自由と精神。基本理念に、自由、平和、ヒューマニズム、国際相互理解、アジア太平洋の未来創造を掲げる。タグラインの、 シェイプ・ユア・ワールドは約90を超える国、地域から APU に集まる学生が自身、世界を創造する姿のイメージを明示するものとして2008年に制定された。立命館アジア太平洋大学専門学部アジア太平洋学部国際経営学部大学院大学院は学部教育の延長上にアジア太平洋研究科と経営管理研究科が 設置されている。前者には、アジア太平洋学専攻と、国際協力政策専攻が置かれ、終了すればそれぞれ修士、博士あるいは修士が得られる。後者には経営管理専攻が置かれ、こちらは修士の学位が取得できる。なお、授業はすべて英語で行われている。付属機関学則で定められた、付属施設、機関には、以下のものがある。このか。 立命館アジア太平洋大学と中国国家看護水公領道少佐が共同で2007年4月に設立した立命館アジア太平洋大学講師学院がある文部科学省経済産業省経済産業省及び文部科学省国立情報学研究所京都府京都市に本部を置く学校法人立命館が大分県別府市に創設した私立大学 教員及び学生の約半数が外国籍という環境である。アジア太平洋学部、国際経営学部の二つの学部を持つ。アジア太平洋地域を意識した教育で英語を習得することが求められるのはもちろん、任意でアジア太平洋地域の言語を一つ以上習得することもできる。二千九年五月一日現在、世界十八カ国から、 2786名の留学生が集まる大学であり、この数字には含まれないが1年などの短期での留学生も協定校から多数受け入れている。日本人学生の数は3069名。国内外問わず、春季と秋季の年に回学生を受け入れている。立命館大学との間で、相互に半年。 または一年の交換留学プログラムがある。2006年度にインスティチュートとして、両学部にまたがった学際的コースとして CAP が置かれた。教員の約半数が外国籍でありが就任したことがある。多種多様なバックグラウンドを持つ教員の下で学ぶことができる。APU は、 ディスカッションやプレゼンなどをする機会が多く、コミュニケーション能力の向上が期待される。キャンパスが別府市の標高300メートルを超える山地にあり、周りには一切民家などがないような土地に位置するためアクセスが不便である。世界の様々な国や地域から学生が集い、日本国内でもトップクラスの外国人留学生の多さを誇る大学である。 のべ受け入れ数は、まだ5000人程度であるが、平成20年の在籍者数の比較では、日本一となり、2位の早稲田大学、3位の東京大学を上回った。加えて、教員の約半数が、外国籍という多文化、多言語環境である APU は、英語と日本語による二言語教育システムを実践している。1.2年時は、各学生の入学基準言語で、 基礎教育を学びつつ同時に言語習得に取り組む。3.4年時までには全学生が日本語と英語のいずれの言語でも専門教育が受けられる言語運用能力を寛容する。配布資料や掲示は日英二言語で表記され、ガイダンスも日本語と英語で行われる。そのため一般的な私立大学と比較して経営コストがかかる。 APU の学費が高額である理由の一つに、この二言語教育システムが挙げられる。日本語、英語による成果プログラムの他に、言語教育センターでは、アジア太平洋地域の六言語をカリキュラムで提供し、アクティブラーニングなどのプログラムと連動させている。キャンパス外で行う実践型の学習プログラム、国際社会に通用する。 専門性や実践力を身につけることを目的とし、成果科目で単位の取得が可能である。APU の特徴的な入学制度証明書の性別削除アドバイザリーコミッティは APU を支援する組織として1996年に設立され、メンバーは世界各国原首、大使をはじめ、日本を代表する経済界の要人で構成される。 2007年1月現在で、名誉委員を8名、インターナショナル委員10名、アンバサダーメンバー62名、世話人5名、代表世話人3名、委員199名の合計287名で構成される。APU には AP ハウスという量があり、新入生の国際学生は全員が AP ハウスに入る。日本の生活を知らない。 国際学生たちでもここで生活することによって日本に慣れることができる。また、日本の学生も一年次 AP ハウスに入ることができ、日本にいながらい文化の中で生活してお互いについて理解を深めることができる。AP ハウスは APU で学ぶことの魅力の一つである。基本的に国内学生、国際学生ともに一年間しか AP ハウスに住めない。RA という制度もあり、AP ハウスの中でリーダー的存在を担う。日本人の月額料費は49,800円、留学生は39,800円である。なお、水道光熱費は料費に含まれる。AP ハウスは、ハウス1とハウス2に分けている。ハウス1には、W 棟、E 棟と A 棟、ハウス2は、 L 胸、R 胸と D 胸、合計6つがある。その中、イースト2胸と R2 胸の部屋は、シェアタイプで、他の胸の部屋は個室である。またそれぞれのロビーの上には、C 胸と N 胸がある。AP ハウスの共有施設として、お風呂、インターネット室、ロビーの無線ネット、ビリヤード、卓球、テーブルフットボールは、無料で使える。各フロアには、キッチン、 シャワー室、倉庫がある。なお、倉庫は基本的に施錠されている。キッチンには IH ヒーター、テーブルと椅子、テレビがある。現在、アイロン、掃除機などは受付から部屋番号と電話番号を書き借りるようになっている。各部屋にはベッド、机、椅子、冷蔵庫、エアコン、ランプ、布団、電話、モデムがある。その他、個室の部屋には トイレ、洗面台もある。シェアタイプの部屋には、トイレと洗面台がないが、各フロアには設置している。大学国内留学プログラム協定校、広大連携地方自治体産学連携、APU では2017年現在、72カ国、地域の465大学、研究機関等と協定を締結している。海外交換留学協定校共同学位プログラム、 協定校、ありがとうございます。